モジラコーポレーション、モジラコーポレーション、モジラコーポレーション以降、コーポレーションは、モジラファンデーション以降、ファウンデーションの完全子会社である。オープンソースの多くの開発者と自社の開発者に、コミュニティによって、モジラファイアフォックスや、モジラサンダーバードのようなインターネット関連のソフトウェアを開発することを目的としている。コーポレーションはこれらの製品の宣伝も行っている。 非営利企業である親会社のファウンデーションとは異なり、コーポレーションは課税対象の企業である。多くの企業とは異なり、コーポレーションは収益を上げることを目的とはしておらず、収益をモジュラプロジェクトへ還元している。コーポレーションは、ファウンデーションの目標である、プリザービング、チョイスイノベーションオンザインターネット、インターネット上の選択と革新を維持しますを目指して、活動している。 モーズラ寺院の記事によれば、コーポレーションの設立に際して、コーポレーションは、ファウンデーションの完全子会社であり、収益のすべては、モジラプロジェクトに還元されること、株主が存在せずストックオプションも発行されず、配当も支払われないこと、上場しないことから他社が乗っ取ったり買収することは、不可能なこと、ファウンデーションが、商標や知的財産権を保持てコーポレーションに、 ライセンスを与えること、ファウンデーションがソースコードリポジトリを管理し、チェックイン権限の付与を行うこととされている。コーポレーションは、ファウンデーションの収益に関する活動を扱うために2005年8月3日に設立された。非営利企業として、ファウンデーションは収益の形式や金額に制限があった。コーポレーションは、課税対象企業であるから、 経済活動には必須であるファウンデーションのような厳しい制限に従う必要がない。これによってコーポレーションはファウンデーションの業務の一部を引き継ぐこととなった。具体的には世界的なフリーソフトウェアコミュニティによる Firefox や s や n d ダ r ー Bird ーの開発や他社との関係の管理である。コーポレーションの設立によりファウンデーションは モジラプロジェクトと方針の管理に焦点を絞ることとなった。2005年の冬、モジラファイアフォックス1.5のリリースとともに、コーポレーションのウェブサイトであるコディチェ1がコディチェ2に、代わって、ファイアフォックスとサンダーバードの新しいホームとなった。2006年3月、w e b ログズの創設者であるジェイソン・カラカニスが、自身のブログにおいて、コーポレーションが前年度7200万ドルの収益を、 上げ、その多くが Firefox に搭載された Google の検索人によるものであったという噂を公表した。後にこの噂はコーポレーションの取締役であるが自身のブログ上で否定した。2006年8月には Microsoft オープンソース研究所のディレクターであるサムラムジーがモジュラのニュースグループ上でワシントン州 レドモンドのマイクロソフト本社にオープンソース連施設を設立し、マイクロソフトとモジラの開発者が1対1で対応できる場を設けることを申し出た。これは Firefox 及び s u n d e r b i r d とマイクロソフト Windows Vista 相互運用性の確保が目的であり、モジラ側もこれを受け入れた。2006年9月、マイクロソフトでセキュリティ対策を担当した経験がある。 ウィンドウ・スナイダーを採用した。2008年1月7日が最高経営責任者 CEO に就任は会長兼常勤役員として引き続きその任に当たる。2014年3月24日、ブレンダン・アイクが CEO に就任したが2014年4月3日に辞任した。彼が反動性婚活動を支援したことが問題となったためである。 これによりコーポレーションは経営危機に陥ったが2013年にコーポレーションを離れていたクリス・ビーアドが復帰し CEO に就任した。ビーアドはモジュラが生き残れないかもしれないという危機感を実際に感じたという。それから2017年までの3年の間に Firefox OS を打ち切って Firefox の開発に集中し後で読む。 サービスのポケットを買収するなどの施策を行った。また、それまで Firefox のデフォルトの検索エンジンで売上の98%を担ってきた Google との契約を解消した。コーポレーションの取締役会はファウンデーションにより任命され、ファウンデーションに対して責任を負う。2014年4月3日現在の取締役は以下の通り、 2014年4月3日現在の経営者は以下の通り、コーポレーションの設立時にはファウンデーションから多くの職員が移籍してきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。